いましたー。<え>今日今回はねタイミングずれましたね。でもこれはねあのタイミング揃えていきましょう。いいよいいよ。できますよー。はい。はーいはい くくるばなとは、ギノワンシー大山の修路御支援事業所みんなで就職目指して訓練するところです略してククスターウケる何のかわからなくなったちょっとやってたで手こずっちゃったはいありがとうございます始まりましたククスターですけれどもはい今日は5月 13日の金曜日、77回目、回目ラッキーセブン、<ー>良いことと悪いこととは混在しております。<laughs> そうなんです5月13日といってもこの FM 小沢から見える景色っていうのは実に朗らかとしていますねそうなんですだけど今日は13日の金曜日なんですそうですよ。はいジェイソンみたいに怖い人は出てこないもん怖い人は出てこないんですよゾンビでも出てくるの真昼間からゾンビは出てこないんですよそうなんですで、今日のえー、待ってよ待ってよ今日今日はね、まだ 紹介してないよね、自己紹介。はい。はい。自己紹介。自己紹介。はい。どうぞ。て、あの、あれ、メインさん。あ、では、あの、今日ね、私と。はい。私と。私と。日本サッカのリカさんと。は宮地リカと。はい。どうぞ。恵子さん。お願いします。訓練生の、今千恵子です。あの、ね、くん、あの、千恵子さん。とちょっと待って、待って、自分の存在忘れてる。鈴鹿。です。 はいよろしくお願いします。ちょっとごめんなさいよってもらっていいですか？そうですね。あの千代子さん今回で二回目になりますか？し初めてになりますか？初めて初めてですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あの千恵子さんといえばね、やっぱりニコニコしてるというのがあの強みなんです。そうですね。ニコニコしすぎて周りもニコニコになってしまうっていうのが強みなんですけど。 ニコ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 しすぎて周りが怒ってるのまでの人までニコニコになるっていう気があるんですねすごいですねでもちょっと聞きたいことがあるんですよチーコータに何ですかいつも楽しい理由は何ですかいつも楽しい理由はいつも楽しい理由なんだろうなんだろうなんだろう。いつも楽しい理由は何ですかって聞かれてもねわかるかなまあ はい、これが運命なんだろうね。そして今日のテーマは。何ですか。シ石マさん。今日のテーマは。はい。そうだね。そうだね。先日ですね。はい。将棋してたんですよ。将棋。将棋してたんだけど、やっと勝ちそうな時に。はい。電源が落ちちゃって、でも台無しになっちゃったんですよ。はい。もうこれ、うわってなりますよね。そうですね。こんなうわってなる時ってありますか。本日のテーマはうわ、うわです。 うわってなるときありますね。うん、あれ今日のテーマは？今日のテーマはうわです。うわ、ホラーをかけてーうわーだったんですよね。はいうん、うわー。私ね、引っ越した新しい。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、はいはい、リカさん。ちょっと早いかもしれない。<laughs> 言うの。はい、早いかも。 はいということで、きょうのテーマはうわーということで、と僕、平安もいます。<laughs> はいいます <laughs>、はい、ということで、はい、えーはい、今日のテーマはうわーです。スははメールアドレスは 761アットマーク FMKOZA.jp まで送ってください、はいえー、あとファックスの方ですねファックス0989348653 九三四八六五三また FM 小座では FM 小座のホームページや YouStream と Twitch で映像と音声を見ることができます。はい。えツイッターも連動しておりますので皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。あのねツイッターの中で元気になったよっていうメールがあったら嬉しいですね。そうですね。このククスターを聞いてね元気になったてるメール届くとえ私がにっこりと笑います。なるほど。お願いします。それもねあの今日のねネットの方でね。 あの見れる方は見ていただきたいと思いますけれども <laughs> はいえそういう感じでくくすた進めていきたいと思いますくくすたは株式会社重太郎ホーム株式会社ビッグワン有限会社パーソナルフードサービス有限会社サキコーポレーションヘアメイクアップアーティスト秋広元岡各社の提供でお送りしておりますありがとうございますありがとうございます さあ、ということで、はいえー、ここで、一曲、いってみましょうか。そうですね。はい。曲の紹介は。かみそう。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ、えっ、ー、とー、<laughs> 僕の方から。はい、お願いします。いますはい、えー、曲はですね。<laughs> はい、ちょっとお待ちください。はい。曲はですね。キャリーパミューパミューで。はい、ファッションモンスター。どうぞ。 あ間違った。あれ違うな。これないあちょっと待って、ちょっとこれあれだ。前、前、前、これ先週流したやつですね。先週流したやつですね。はい、あの、すいません、間違えました。もう一度いきますね。えー、キャリーパミュパミュで、ファッションモンスターです。どうぞ。あ来た。 たお届けしている曲は「キャリーパミュパミュ」で「ファッションモンスター」ですなんか京都のきだおれっていうのを連想させましたね京都のきだおれ京都のきだおれはい大阪の食いだおれ奈良のねだおれ京のきだおれよってねファッションだから着るお洋服のことで。 で京都のもうどん高い門対馬をはたいても着物はええもんを買うって。今日のキラオレなんかそれ思い出しましたよ。あそういうのがあるんですね。キラはい。すごい。テーマがうわなんですけど。本当にうわと思いましたよ。はい。これなちなみにあの志茂さんこれななぜうわになったんですか。うわう。 ね、あの怖い話したかったんだ。あのマイクに近づいて喋ってもらっていいですか。怖い話、ね？い話い話はいはいはい。<ー>うん、マイクの正面で正面で喋って。怖い話しようと思ったけど、はい、今,日の今日する話打ち合わせした時けじたらあれそれどっちかって言ったらうわーじゃないかな。なるほど。そうなんだけどリカさんあのマイクマイクマイ打ち合わせで話していた <laughs> あのあのうわ話あの話ね。 て答え言っなよしてもらいますかオ <laughs> ちから言うなよしてもらいますかいいなんかオち言っちゃう前にチ、はい、ューマさんがあの話をしてもらっていいですかはいあのー、今の <laughs> 住んでいるところの <laughs>、はい、あのー 部屋のベッドのところにね、なぜか知らないけど、長い髪の毛があったんですよね、長い。で、まず、た多分もしかしたらラジオを見てる人は、リカさんの今の髪型がわからないと思うんで、そっちから言ってもらっていいですか。リカさんんんねななでですすよよ頭 結構何年ぐらい住んんででるすかちょっと待って、ボンズはちょっと語弊があるね。あの髪が短い、ショートヘアって10年目にそこでずっと住んでるんですか誰も出入りはもう一人でかさんだけですよね。怖い。怖いでしょこれちょっとね、うわーって聞いたとき、うわーと思ったんですけど。え誰かがずっと覗いてた、え出入りしている まだ越してね間もない時だったんですよ1か、はい、月か2か月かぐらいでだから前住んでた人がなんかだいぶ長いこと空き家になってたらしいんですけどじゃあああなるほどね<ー>この前住んでた人の髪の毛じゃないかというところですう,んそう なんか、それだったらね。あ、ちょっとな。あ、なんか、あの、えっと、ちょっと繋がるから、ちょっとほっとするんだけど。マイフリーバッチリだね、階段の。あ、前振りレバッチリですね。すごい。はい。すごい。打ち合わせの時に、シュウマくんがね。あ、なんか。あの、じゃあ、シュウマくんが、あの、リカさんに振ろうね。 この話を風呂をねってあのそうそうあのベッドの横にあの長い髪の毛があったやつを教えてくださいって言ってる落ちよっとんね落ちよふりはやめてねっていう話をしてたんですけどもはいまあよかったねそういうこと言わずにねはいじゃあテーマうわなんですけどもまあこういうあのこういったねあのちょっとちょっとしたうわって思ったところを話してほしいんですチさんはいチェイコさんねじゃあ今度チェイコさんチェイさん行ってみますはいはい。 チェコさん、うわーの話をできるさっきの話でいいよ。ツイッターの人から面白かったってメールが来たら、平安さんがポッキーをおごる。カンナじゃえっな。僕がおごるじゃないんだね。僕がおごるじゃないんだね。僕もおごります。チェコさん、あるさっきの景色の話でもいいよ。できる <laughs> <laughs> でもさっきからあのコメントが届いてるんですけどあのちょっっと言っていいですかラフテ以外に好きな食べ物ありますかって書かれてるんですけどその質問かもう,うわなんですよなんか、はい。はいいいいいっっぱぱあああるわわりますわうそうですすごでね犬さん <laughs> めっちゃコメントいただいてますね。<laughs> うん、あマイクカマと恐れ入ります。a k ファンツさんかねか、いっぱい来てますね。うん、ありがとうございます。あリカリカリカ鈴川皆さんこんにちはって来てますね。はい、こんにちは。はいありがとうございます。はい。好きな食べ物は何ですか。アグウブですね。最近ハマってるど。どこにどこにどこに答えてんの？今。 あなんか下の方に,の方に、まあ、結構ほらあか書かれてるんですか犬さんですね、はい、ラフテー以外の好きな食べ物は何ですかってなんでラフテー, <laughs> ラフテーアレクターだろ以外結構あるわ <laughs> <laughs> でも最近は自分はあのアグー豚にハマって食べてます、はい、でも結構本当にうわーってなるぐらい<ー>あの普通の豚と本当にあの柔らかくて全然味が違うんですよ<ー>食べた瞬間うわーってなったんですよ、うん これは発見でした。いいっすね。結構はなりました。食べたこと、食べたことあります。リカさん。あ、ご食べたことあるかな。柔らかくて違うんですよ。また、あ、あら、なんか。そうですね。さんからエプロンのお姉さんはレディーガガさんですかって。レディーガガさんですか。レディーガガではなく、レディーリカさんでございますけれど。レディーリカさん。レディーリカさんですね。レディーリカさんですね。はい。千恵子さんはありますか。 この、えー、あこのアグア豚食べたことあるあ,豚さんあります。あります。どこで食べたの。<ー>覚えてる。スーパーとか行って。おうんうんうん。スーパー行って。うん、スーパーで食べたの。うん食べ <laughs> 食べたりもするけど。<laughs> うん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 。うん、それが何。で買ってじゃあ食べたんだ。<laughs> うん、ああおいしかった。

アグ村っていうあるんですよアグぐを養殖しているところがあるんですけどうん、うん、そこがあのアグを触れたりとかする場所があるんですよちっちゃいんですけど、えー、養,殖養豚ってことですかね,養,そうすね養豚ですかね<豚>かわいいんですよアグぐ豚。うん 触ってきたんですけど可愛かったです。ぜひ沖縄に来た時は皆さん。あぐぶの毛って長いですか？硬いんですよ。豚さんの毛ってあぐ豚は特にまた普通の豚よりでかくてあのまた性格がおとなしい子おとなしくて触れるらしくてっていう話を聞いて触りましたよ。歯ブラシに使うくらいでしょ豚の毛って。あそうなんですか。本当に歯ブびっくりしたんですけど全くあの触っても怒らないんですよ。 あ、そうなの?。ぜひ、あの、沖縄にいる方は行って、また沖縄に遊びに来るときは、ぜ、ぜひアグ村へ。アグ村。あるんですよ。検索したら出てきますよ。あ、出てくるんだ。どこにある?。わーってのなりました。ちょっと待って、ちょっと待って。そんな質問なんて答えればいいの?。 <laughs> アグぐ豚さんの方が長いかもしれないじゃあもしかしたらリカさんのお家ちにあぐ豚が,上がったかもしれないあ多分その髪型が多いこと <laughs> あるかいすごい歯ブラシになりますよく知ってるなリカタンって書いてあるすごいそうなんだでも本当にあにでもあれが食べられるのかって考えたらちょっと悲しくなったんですけど、うん、いいなアグ実際家で買えるらしいですよでもあぐ豚さんとか。<laughs> まあ六十キロとか八十キロになるらしい。うちでうちで飼えるの？豚さん飼ってる人もいるみたいなんですよ。あそうなの？あのまたあペットに豚っていう人もいますからね。いるみたいですよ。えいさんペットは何飼いたいですか？<あ>豚でいいですか？豚。豚でいいん、ね、じないけど、ワンちゃんがいます。あ豚はどうですか？よかったよかった。犬が一番いいよ。六 <laughs> 十キロは抱っこできない。犬あ犬飼ってる？うん、あ飼ってる？うん、名前何？名前？これは。 ガブリエルって言います。ガブリエル。ガブリエル。おお、かっこいい。超かっこいい。ちなみに種類は。何犬ですか。何犬ですか。わかる。トイプードル。ですトイプードル、あ、可愛いね。トイプードルだね。可愛い。いいね、いいね。はい。天使っていう意味で。すごい。天使っていう意味なんですか。うん。ガブリエル。天使っていう意味です。ああ、天使の名前だ。ああ、はい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 。かっこいいな。 あ、今ですねえっ、ー、とあア,アグー村ちょっと僕検索したんですけど、はい、出てきます、えー、名護市の大川はい、大川にあるみたいですね名護市の大川ちょっと待ってください南部じゃなくて北部ですか北部です北部です,部です間違えました北部に名護市でしたねガブリエルだけど農業高校の、うん 生徒さんがねアグを豚を使った調理で、はい、お料理なんかいろいろ考えていらっしゃるみたいな。そうなんですかうん。結構本当にあのアグ結構豚さんが好きで食べるのじゃないですよ食べるのじゃないですよ自分はどちらかと言ったらアグ豚さんに会いたくてこのアグ村に行ったんですよ そうなんですね基本的にはそこで本当に触りたいそうなんですそれで本当にうわって感じてめちゃくちゃ感動して触り触りしてたんですよで買いたいな買いたいなっつってたら却下されました絶対ダメで朝放映されてる情報番組でもねそこの番組のマスコットでねそしたら例の「O157」とかそういうのでねの 豚さん出番がなくなっちゃって、に豚さんが出たらね、<ー>おまわりしたらね、はい、結構豚さんって頭いいのよ。頭いいんですよ。うん、また綺麗好きらしいんですよ、うん。だからもう人間様が勝手にね、汚いことかそういう風にしちゃって。はい、かわいけど、豚さんが。うわーですよ。うわ。そ <laughs> うなんですね。勝手に思っちゃダメですよ。本日は犬の日、犬ありがとう。犬,ありがとう犬の日。 今日犬の日なんですか。まあ犬の話してるから。そういうことか。犬の日。すごいあの追キャスできてますよ。チェコさん。ワンちゃんガブリエル大天使かって来てますよ。大天使ね。大天使の名前ってことですね。ああ、ありがとうございます。犬さんありがとう。もうあの犬犬さんからね。今日は犬の日って来てますからね。もう犬大好きだからな。ね。じゃあちょっと一旦 CM 行きますか。はい、一旦 CM です。 犬面白いな犬の人面白いや10位になりたかった10位になりたかったあ鳥もあるくなりたかった犬の種類はすっごい当てれます犬はすごい詳しいあの図鑑とかずっと読んでましたうあそだアイリッシュセッターとかずっと豚の話でしたってね 豚ね、アグ豚、アグ豚。ええ、豚は犬より。知能高いそうです。これか。僕も女王様から豚と呼ばれます。ああ、そっちか、こっちなんだ。こっちか。女王様が近くにいるんだ。いらっしゃるみたいですね。はい。 たらたたあらなんか豚は犬より知能高いそうですっていうコメントいただいてますよ。あそうなんですね。うん、へえ<ー>。あの豚の話にずっと食いついてきます、ね。豚 <laughs> ですからね。僕も女王様から豚と呼ばれます。<laughs> そっちの。ち何ちゅう話しとんねんこんな時間から。<ー>どこの子のシャ,シャツの文字は何ですかって書いてあるの。<laughs>

ワンンチャンスっていう本もありますからね <laughs> ワワンンンチャンスあ今日のテーマ「うわ」なんですけれども、はいはい、えっ、ー、とシューマさん「うわ」の話手短めのやつありますか 短めのやつですか。はい、これから後に畑に行くんですけどね。あ,あ、そうですね。袋、はい、くく花ではね。暑はい、これから畑に行きますけど、ね。うわーだ <laughs> あの、お父さんと一緒に、まあ、水、畑行くじゃないですか。うん、あれ、まく、あれ、何か入ってくるんだっけ。今使ってる。今、あの、植えてる作物なんだっけ。<laughs> 覚えてる、覚えてる。覚えてる。覚えてない。 さん覚えてる覚えてないしばさんは覚えてないその時になってたんだけど車の中で笑ってたの何か面白いの見つけたのあだ畑で何すかそれ笑ってた笑ってた笑ってたてああそうなのお父さんの車でずっとキャー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 って楽しそうと思って見てたああそうだはい。もう答えが出ぬまま番組が終わりそうな感じなんですけどもはいさあ はい、ちいさんが笑ってた理由は何でしょうか。その答えはまた次回。また次回。伸ばすね。続きはウェブでだね。続きはウェブでっていう。ウェブでもないや。十分。続きはじゃあ来週ね。来週かな。来週かな。覚えてたらね。うんとかけまして、老人ととく、その心は。どちらもよく徘徊します。わ、素晴らしい。拍手。本当に名言残した。拍手。 はいということでククスタもうもうそろそろ終了になりますククスタではメッセージやコメントなどお待ちしておりますメールアドレス761 at mark fmcosa.jp、えー、ファックスは098-934-8653毎週金曜日11時半から12時のお30分間生放送でお届けしておりますぜひ、はい、来週も見てくださいよろしくお願いいたします はい、では、今日の、あ、なんですか、なんですか。次回から、あんまり、あの、リスナーには触らないようにしましょう。疲れたって言われてるし。あ、本当だ、疲れた、疲れた。いやいや、コメント残してくるもん、いっぱい。はい、ということで、本日のお相手は。私の。私とリカさん、どうぞ。はい、宮地エリカと。え、町栄子です。そして。 鈴鹿とおまけの平安でしたまた来週聞いてくださいさ、はい、よなら